おはよう、ソフィー。ようやく。あ、おはよう、ラミゼル。昨日の今日で疲れてると思ったから、ゆっくり休ん。もう、大丈夫？あんなに泣いて謝られたら、責められないよ。そんなことしたら、プラフタが起きた時に。ソフィーはいい子ね。うん。ソフィーも起きたことですし、エルビーラのところへ行きませんか？魂を探すためにはどうすればいいか、具体的に話し合わなければいけませんし。そうね。それじゃ。行けますね、ソフィー。うん、大丈夫。行こう。補充。どこに行こうかな。うん、しゅ。プラフタの魂を探す方法を考えよう。しかし、魂とは探して見つかるものなのか。目。うん、もちろん手で触ることもできないしね。見えないし触れないって。魂は確かに見えも触れもしないんだけど、その魂の持ち主と親しい人が近づくと。声か。うん、私声聞いたよ。あの水の遺跡みたいな場所に行った時、プラフタの声を聞いたの。そういえば、あれは気のせいじゃなかったのか。プラフタの声を聞き間違えるはずないよ。どう思う、エル？あそこに魂はいると思う？あそこは、あなたたちの住むロイテールとは、どうしてあんなところに。わかったよ、何か約束するよ。じゃあ、エルが調べ終わるまで。どこに行くの？よーし。はあ、ソフィー、難しいと思うけど、少し気の紛れるか。そうですね。お互い作ったものを確認し合い、品質勝負って。あのプラフタがもし私だったらこう言いますよ。そんなこと言うかな。では私の不正症ですね。あのプラフタが目覚めた時に、ソフィーとの勝負で私が勝ったと伝えたら。それはちょっと怖いかも。わかったよ。その言葉を待っていました。では、手を抜くことは許しません。もちろんだよ、やるからには負けないよ。何を作っちゃおう。材料あった。よし、
ここにしよう。すごいのできちゃうかも。これはここ。特性はどれにする？こんな感じ、パパッと仕上げちゃおう。できた。感じかな。それじゃあ今度は。いいえ、その必要はありません。私のそうかな。プラ、それに私の方が未来から来てるならその差なんじゃないかな。仮にそうだとしても、私には技術以外にまだ足りないものがあるような。技術以外に？プラフタはさ、錬金術で何をしたいの？前までは村を救おうと思ってました。私の故郷は干ばつに襲われて苦しんでいたので。今もそう思ってる？いえ、故郷の問題は解決しましたので、研究を続ければやがてもっといろいろなことを知り、たくさんのものを調合できるようになりますから。けどそれを作ってやりたいことはきっと見つかると思うよ。今の話を聞いて確信した。やっぱりあなたは昔のプラフタだよ。干ばつに襲われた村を救った話、前にプラフタから聞いたことあるし。間違い…ではエルビーラのところにいたのは本当に未来の…うん、そっか、本当に若い頃のプラフタだったんだ。今のプラフタからは想像できないけど、昔はこんな悩みを持ってたんだな。な、何を笑ってるんですか？変なこと考えてるでしょう。考えてないよ。二人とも朗報よ。エルの方で進展があったみたい。ラミゼルさん、本当？ええ、すぐにあの子のところに行きましょう。どこに向かいますか？よーし、行こう。素材集めに集中してくれ。周囲の警戒は私に任せろ。はい、頼りにしてます。エルビーラ、プラフタのことで進展があったって聞いたんだけど。ソフィーがプラフタの声を聞いた場所だけど、そこにヒントがあったの。プラフタの魂は夢の核に引き寄せられてあの場所にいたんだと思う。夢の核？なんて言えばいいのかな。簡単に言うなら大地の心臓にあたるものよ。そんなところにどうしてプラフタの魂…夢の核は人間のみんながこっちで生きられるように私が作ったものなの。あれはみんなが寝ている時に見る夢、無限を元にしながら世界を作り続けてる。だから夢の核には無限みたいに形のないものが引き寄せられやすいのよ。そうだったんだ。ってことはまたあの水流と戦うってことか。大丈夫よ。あの水流は夢の核を守るための私の眷属だから、あなたたちを襲わないように指示を出しておいたわ。そいつはありがてえぜ。ですが問題は、魂がそこにいたとしても捕獲する手段がないということですね。そうだね。せめて玉結いの石でもあれば魂を捕まえる道具を作れるんだけど。玉結いの石？
そういうことなら私とピリカさんが力になれるかも。なるほど、アレットとピリカなら一つくらいは見つけるかもしれんな。けどよ、こっちにあんのかよ。わかんないけど、ピリカさんにも相談してみたいから一度お店に行ってみようよ。そうだね、少しでも可能性があるならそうしよう。どこに向かいますか？どうしたのアレット、そんな元気に飛び込んできて。あのね、実は聞きたいことがあって。玉結いの石ね。その名前は聞いたことないけど。どんなって、綺麗なまん丸の石。もしかして。え、もしかしてあるの？特徴に合う石はあったと思う。探してくるからちょっと待っててね。はあ、私全然役に立てなかったな。ううん、アレットちゃんが言ってくれたから。それに本当なら私、プラフタの魂を探す道具、カクリオの羅針盤っていうのなんだけど、この世界に来るときに落っことしちゃって。まあなくなっちゃったのは仕方ないけど、こういう事態になるとちょっと悔やまれるな。私としてはすっごい珍しい道具をなくしたのに、その程度で済んでる方が気になるよ。お待たせ。探してるその石ってこれのこと？すごい、これ本当に玉ゆ…よかった、これで合ってた。これはアレットと出会うよりも前に偶然手に入れたものなんだ。持ち込んできた人がすごく珍しいものだって言うから買い取りはしたんだけど、ただの石にしか見えないもんね。でもソフィーさんにはこれが必要…プラフタを助けるために。どん、そっか、それならこれあげるよ。早くプラフタさんを助けてあげて。え、でもずっと置きっぱなしの石ころだったしね。在庫処分ってことで。ピリカさん。